本土復帰沖縄返還、沖縄返還協定沖縄返還協定は、日本国とアメリカ合衆国との間で署名された協定。正式名称は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定。1971年6月17日に、調印。1972年5月15日に、発行し、 沖縄の市政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が復活した。1969年11月、アメリカ合衆国首都ワシントン DC にて、日本の佐藤英作内閣総理大臣と、リチャード・ニクソンアメリカ合衆国大統領との日米首脳会談後発表された共同声明に基づき、日本国政府は本協定第一条にに定義する琉球および、 大東諸島の市政権の日本国への返還に関する具体的取り決めについてアメリカ合衆国政府との間に交渉を行いその結果最終的合意に達したので本協定の署名を行った本条約を署名した際議事録が合意され返還対象の地理的範囲は合意議事録で経緯度をもって確認し尖閣諸島はこの地域内に含まれているありがとうございます